はい、こんにちは。インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、Windows 10 の、エディションについて、ちょっとお話をしたいなと思います。Windows 10って一言で言ってもですね、いくつかエディションがあって、それぞれにですね、対して機能が割り当て、機能がないものがあったり、あるものがあったりっていうものがあります。はい。で、それを、そうですね、Windows をこれから買おうと、パソコンを買おうと思ってるときに、そこを見ると、ちょっとどういうものが含まれているもの、どういうもの、機能が含まれているかというのと、どれを買えばいいのかっていうのが分かるかなというふうに思います。はい。というのでやっていきたいと思います。はい。まずですね、エディション、ここら辺にちょっと図を出してもらってると思うんですけども、エディションは4つあります。プロ、ホーム、エンタープライズ、エデュケーションの4種類です。で、それぞれプロが、企業向け、ホームが一般向け、エンタープライズが、大企業向けで、エデュケーションが教育機関向けということです。で、基本的に、このユーザー側で買うものなので、家電量販店とかで売ってたり、したり、僕らが、実際に触るものっていうのは基本的にプロエディションかホームエディションのどっちかになります。で、エンタープライズは、実際にあれですね、仕事の現場とかで、でっかい企業の、SI とかに携わるときとかはエンタープライズエディションが入れられることとかが、多いです。で、エンタープライズエディションはこの複数ライセンス購入が前提となるので、基本的に一般的な人が買うことはまずないです。あと、エデュケーションですね。こちらは、エンタープライズと基本的に機能は一緒なんですけれども、教育向け、教育機関向けということで、これも、僕らは一般購入することはまずないというところです。はい。で、それぞれですね、ちょっと違いを、見ていくとですね、基本的な機能っていうのは、ほとんど一緒なんですね。で、まず、ちょっとだけ触っておきたいのが、エンタープライズエディションとエデュケーションエディションは、機能が一緒で、かつ、全機能を、網羅しています。といったところで、例えばエンタープライズエディションだと、アップロッカーとかですね。あと、Windows 2.5 とかブランチキャッシュとか。これっていうのは、実際に、大企業の、Windows 10を、納品するにあたって、こういうセキュリティ的なところですね。が強くなっているので、そこを、ちゃんと設定して納品するっていうことがありますというところですね。で、あと一応あれですね、Windows 10の評価版の、エバリュエーションエディションっていうのを無料でダウンロードすることができるんですけども、これはこのエンタープライズ相当の、機能になってます。なのでエンタープライズを、無料で180日使うことができるといった感じですね。はい。で、今のところまでは一応コアな話というところで、次ですね、プロとホーム、こちらについて触れていきたいと思います。で、プロとホームの、違いですねっていうのは一番顕著に現れているところなんですけれども、基本的にですね、一般家庭というか、普通、なんていうのかな、家電量販店で、買うときには、ホームで大丈夫です。はい、ただ、ちょっとですね、プログラミングというかですね、結構システムチックなことを、お仕事にされている方は、もしかするとプロを、選ぶと良いかもしれません。という、ところなんですけれども、どういう理由から、そういうふうに言っているかというとですね、まずホームとプロの違いを見ていくと、例えば、ホームにないところ、ホームになくてプロにあるところとしては、例えば Windows Update for Business というところで、これは Windows アップデートを、自分のタイミングでできるということです。半年後まで、持ち越し、
ことができるので、自動的にアップデートされないというところ。あとビットロッカーですね。これは、ハードディスクを、暗号化するものです。別のところ、別のパソコンにハードディスクを差し替えても、ハードディスク と、マザーボードの TPM っていうセキュリティチップと の照合が一致しないと、そもそもハードディスクのデータを開けないという機能なんですけれども、これが、プロにはあります。であとグループポリシーですね。これは、実際に何ていうのかな、細かい Windows の設定、コントロールパネルだったり、そのホルダーオプションとかそういうものから、できない、項目っていうのが実は Windows には大量にあるんですね。何千とあるんですけども、それを GUI でそれを、操作することが、操作とか設定することが、できるかできないかというところです。ただグループポリシーっていうのは、実際にはですね、レジストリに対して、書き込みを行っているものなんですね。でそのレジストリをいじることはホームでも、プロでもできるので、グループポリシーの設定を設定されている内容を実際にホームでレジストリに対して書き込むことができれば、実際にやってることは同じなので、あると便利な機能という感じですね。はい。で、リモートデスクトップのホスト機能ですね。これは、リモートデスクトップをされる側ですね。リモートデスクトップのサーバーとして、動くことが、できるかどうかというところで、これはホームはできないんですね。はい。といったところなんですけれども、例えば、チームビューアーとかですね、Google Chrome の、リモートの、アプリとかを使えば別にできるので、純正のリモートデスクトップにこだわりがなければ、特に、県で、ホームでも問題ないと思います。あと、ドメイン参加というところですね。これはですね、Active Directory っていう、Windows を管理するシステムに入れるかどうかというところなんですけれども、基本的に自宅で、パソコン使う場合ってそういうのやらないと思うので、こちらも、特にホームで問題ないのかなと思います。あとハイパー V ですね。これは、Windows の、仮想化の、技術のことです。でも自分の、パソコンの中にさらに仮想的にパソコンを作ることができるっていうところなんですけれども、これがマイクロソフトの標準の、それ仮想化をするためのマイクロソフトの標準の技術になります。はい。これがついてるかついてないかというところなんですけども、一般の方がそこされないですよね。はい。というところで、ところです。ただ、ここら辺はですね、実際にそのシステムに携わっている方とかだと、例えば最近とかだと Docker とかもハイパー V 上で実際には動いていたりしたりですね、するので、エンジニアの人だとプロの方がいいのかなっていうふうに思います。はい。というところですね、ちょっと長く説明してしまったんですけれども、一般的な方、一般的というか普通にパソコンを使う方が、プロエディションを買う必要なくて、家電量販店でエディションを見たらホームを買えばとりあえず大丈夫です。はい。だから、なんていうのかな、結構ですね、例えばインターネットとかで、このパソコンを買うってなった時に見ると、エディションを選べるんですけども、もともとがプロで、構成されてるっていうのがあります。構成プロで見積もられてるっていうのがあります。だこれに、プロとホームだと1万円ぐらい値段差があるんですね。大体ホームが7,000-8,000円ぐらいで、プロが2万円とかだとか、結構1万円以上の開きがあるんですね。だからこれ何も知らないと、実際使いもしない、プロエディションを、買うことになって、ちょっと1万円ぐらいもったいないことになってしまう。もう明らかにこのプロエディションの機能いらないっていうこ
ことであれば、まあ、本も買えばいいわけなので、まあ、そこら辺の買う時の見積もりの時に、まあ、そこら辺の区別がですねうまいことできると、余計なところをね買わなくて済むのでいいかなと思います。だからちょっとね、そういうところもなんか売り方としてずるいなって思うんですよね。何も知らない人に普通に Windows 10 Pro って書いてても分かんなくて買っちゃいますよね、うん、だそういう人って結構なんか世の中にいると思うんですよね、うん、それってなんかねちょっとずるいですよねと思いましてですねまあちょっと啓蒙活動というかですね、まあ、買うときになんかふと思い出していただくと嬉しいと思います。はい、というところで、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。